こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、危険なヴィーナス第5話いきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回またちょっと新たな企みがね、はい、出てきては暴かれるというところでございますね。はい。15分ぐらいのところ、はい、あの実験、あの、ああ、動物の。の実験の話をする妻夫木さんのところ、うん、あの、よかったと思うんですね、15分ぐらい。あ、これテレビ時間です、今回は、うん、あの。テレビ時間です。で、なんかね、やっぱりね、その、なんか起きたことをまたこう、達観している人がいて、まあ、それが、うん、あの妻夫木さん、これ、達観してるんだけど、でも、本当のところ、この真のところではトラウマ、それがトラウマっていう、なんかね、うん、ちょっとね、こう、むずい感じの、こう、ひねった感じになってるんだけど、うん、でもそこがすごい良、うん、かったんじゃないかなって思いました。あの非常に演じてる、うん、あのうまく演じてるんじゃないかなと思います、うんうん、確かにその今回あれですよね、その過去の思い出というか、あのお父さん安治氏との関係性みたいなものがちょっとほどかれるっていうところですよね。はい、テレビ時間で36分ぐらいのところ、はい、戸田さんのね、うん、あの2人でアルバムを見てるところ、妻夫木さんとアルバムを見てるところなんですけどね、はい、そこからね、あのね、今までとね、ちょっと違ったね、体の質感、そうですね、質感ちょっと違いますね、になってきてね、で、まあ、もう体が変わってくるとね、そのセリフのあれもニュアンスも変わってきてる、うん、変わってくるから、そこがね、やっぱね、違うな、すごいなって思いましたね。確かになんかこう、これまでのこのツンツンした感じからちょっと柔らかいというか、ね、優しい感じにちょっと変わりましたよね。うん、そうそうそう、あのあれですよね、こう安治さんに対するその情報量の違いというか、うん、妻夫木さんが見てるお父さん安治氏っていうのと、戸田さん側から見てる安治氏、弟としての安治氏っていうのが違うっていうところですね。その違いが明らかになって、妻夫木さんを動かすっていうところです、仕組みでしたよね。はい、ああいうなんかね、体が変わっていくとか、もう本当にさすがですよね、うん、素晴らしい、うん、素晴らしい感覚です。そうですね、見てて分かりますもんね、やっぱりね、うん、で今回のラスト43分ぐらいのところ、テレビ時間で、で、はい、妻夫木さんの思い出というところが、うん、あるんですけども、うん、そこはね、良かったですね。あのなんだろう、妻夫木さんの心に近いところに触れる、うん、素晴らしい演技だったと思います。確認、うん、そう、ね、今回あれですね、妻夫木さん、白朗さんが大活躍の回でしたよね、うんうん、そう、殺害計画を止めて、うん、最後ね、盗聴器が2個あるっていうねこの家はとんでもない家なんだぞっていうのがこれまでもとんでもなかったけど、やっぱりもっととんでもないんだっていういやいや、本当だよね。ところですよね。はい。なんだろうね、やっぱその、基本その、妻夫木さんがその、なんだろうな、達観してるし、こう、のめり込まない役なんだけど、たまにね、うん、その、いろんなところでこう、熱くなるんだよね。うん、うん。その、やめろとか、うん、ね、お父さんとのこう、思い出を言ったり、うん、そこがね、非常にいいよね。うんうん。そうですね、基本、なんかこう、一歩引いてるけど、ここぞという時に、うん、動かされて入っていくってところですよね。うん、素晴らしいところだったと。そうですね。うん、そう、そしてなんとね、実の母もなんと実は、ね、この一族の誰かにやられてたんだぞっていうのを残して続くという。この一族やべえな。うん、やばいですね。この人やばいですね。やばいね。やばいです。そう、もうね。でもね、普通にスタンガンでやったりとか、普通に殺そうとしたりとか。持ってんだの、スタンガンで。ああ、面白いですよね。そう。あと、20分ぐらいのところなんですけど、アラン・ケイさんの、今夜殺すとか、豚は黙っていなさいとかっていうのは、あれちょっと面白かったですよね。田口さんに対して。いきなり国会グイグイ来たな。そうですね。歌は黙って聞きなさいって。
あれですね、あの看護師とちょっとなんか浮気してたら後ろに奥さんがダーンっているっていうめちゃくちゃ怖いっていうやつでしたね。いいね。いや、いいですね。はい、というわけで危険なヴィーナスの第5話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画少しでもいいなと思う方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。